これから第四チャクラ、アナーハタに意識を向けた誘導瞑想を始めます。ゆったりと座るか、または横になってリラックスできる姿勢を見つけます。準備ができたら、優しく目を閉じて、まずはご自分のペースで深呼吸を3回繰り返します。第四チャクラは胸の中央に位置し、愛を象徴します。七つのチャクラの中心となるポイント、体と魂をつなぎ、対極するものを結びつけ、バランスを取る場所です。自分自身に思いやりを持って、ハートチャクラを癒していきましょう。では呼吸に意識を向けます。あなたの体が呼吸をしています。自然な呼吸を繰り返す体を感じましょう。あなたを優しく包むエメラルドグリーンの光をイメージしましょう。あなたのための癒しのエネルギーです。自らを癒し、癒されることを許しましょう。息を吸い込むたび、エメラルドグリーンの癒しのエネルギーが取り込まれ、体の内側、隅々まで満たされていきます。癒しのエネルギーに浄化されていく自分自身をイメージしましょう。癒しのエネルギーで心と体が緩んでいきます。ハートに意識を向けましょう。
あなたのハートが癒しの光で満たされて輝いて見えます。過去に経験した悲しみ、心の痛みが癒されてゆきます。すべてのわだかまりを手放してゆきましょう。他者を許し、自分自身を許してゆきます。あるがままの自分自身を抱きしめてあげましょう。あなたのハートがクリアになって軽くなっていきます。あなたのハートにきれいなピンク色の光が見えます。あなたのハートにある愛は無限で、永遠に変わることはなく、その愛があなたの本質です。自分が与えたものを喜んで受け取り、自分が受け取ったものを喜んで与えることができます。体に意識を向けて大きく深呼吸をしてください。しっかりと体を感じることができたら、目を開けてください。あなたの心と体、癒しのエネルギーに感謝を伝えます。これで
誘導瞑想は終わります。ありがとうございました。